何個出るの。めちゃくちゃチェックランプついた。はい、お疲れ様です。スミスです。よろしくお願いします。いやちょっとね、今緊急でね撮ってるんですけれども、今乗ってるこの車ベゼルなんですけど、あのさっきですねチェックランプがねむちゃくちゃついてしまってですね、今駐車場にねあのちょっと待機してるところなんですけれども、今からディーラーに行ってねとりあえずチェックランプを消してもらうっていうのと、まあ何が原因でチェックランプがついたのかというところをね、多分まあ最近の車なんで OBD2 とかで、検査してもらって何が原因かっていうのが分かると思うんで、ちょっとね行ってみたいと思います。うわ、なんか走り出してる、増えたし、これ赤く点滅してんな。ちょっとディーラー行ってきました。そしたらですね、まあ、検査してもらって、結果としてはですね、失火が原因でしたね。これ、自分予兆をね、感じてたんですよ。っていうのがですね、ちょっと前から走ってる時に、こう、まあ、駐車場とかに止めるじゃないですか。でその時に、こう、ギアをね、バックにした瞬間にエンストしたりとかね、信号待ちとかでアイドリングストップして止まって、出発しようと思った時に、なんかこう、アクセルの付きが悪いというかっていうのがね結構合ってたんですよ。なのでねそろそろかなと思ってプラグ買ってたんですよ。時間がある時に交換しようかなと思ってた矢先に、このねチェックランプ祭りがね始まっちゃってですね、まあまあその自分のね予想通り失火が原因で、まあとりあえずはプラグかなっていうところがあるんで、そこをね交換していこうと思います。まあこの現象っていうのはね結構あるみたいな。で YouTube で調べてもあんまり事例がなかったんでね、エンジンが一緒っていうとフィットとかベゼルとかその辺のまあ 1.5 リッター系の同じエンジン使ってる車種結構たくさんあると思うんですよね。なので同じような症状がある方もしいらっしゃったらね参考にされてみてはいいんじゃないかなと思いますので、とりあえずねプラグから変えてみたいと思います。使う工具はこれだけですね。ラチェットと延長エクステと変換ですね。これがちょっとちっちゃいサイズだったんで、変換と、まあ、プラグですね。はい、じゃあやっていきます。思いっきりつまんで引っ張るだけです。簡単でした。うわ、こいつが当たってるやんけ。ここが当たってるんで、ちゃんとしたエクステを買いに行きます。グッデイならでき、よっしゃ、買ってきました。8分の3、3本セット1000円ぐらいでした。よし、これ取れるね。3番だけ硬かったな。これが外した4本の先っちょっすね。結構年季入ってる。これが新しい方ですね。全然違うな、細さといいなんて。いただきましょう。これによっしゃ、新しいのつけます。縮めなんですけど、ここにね書いてあるんで、これ4分の1回してください。
はい、これで完了ですね。楽ちんです。ヘッドカバーも SN 全編ついてないし、一瞬で終わりました。じゃあ最後にチェックでエンジンかけてみます。うん、特に大丈夫そうっすね。チェックランプもついてないし、ちょっと運転してみましょう。プラグぐらいでそんな変わらないとは思いますけど、変わったらいいなっていうところで。でもまあ10万キロ走ってますからね。で、ローメンチでプラグさえも交換したことないんで、まあ結構変わってくれることを予想はしてるんですけど、とりあえず今走ってる感じ、1キロ死んでたりとかそんなことはなさそうですね。まあ、S2000 乗ってる時はね、サーキット2回に1回ぐらいのね感じでね、プラグは変えてたんで、結構簡単な作業かなと思ったんですけど、エンジンルームの大きさが全然違うから、全然横置きのエンジンなんでね、ちょっとこうめんどくさいというか奥まってる感じがありますよね。あとプラグ、最近の車知らなすぎて、プラグがね16から14にサイズダウン、細さが細くなってるっていうのを知らずに見たりとかして、びっくりしましたね。どんどん布が小さくなっていくっていうことなんですかね。走り出して少し経ったんですけど、特に問題なさそうですね。最悪です。これ完全に延長線ですね。プラグじゃなかった。ゆるゆるなことある。他に 2J 吸ってんじゃね。しょ、よく外れた。 2J の枠は同じだ。よいしょ、結構すすついてる。2個すすだろ。掃除していきます。何でそれが取れるって。来たねー、こいつも。ポチャッと人がやるから、何もやるか。取れんな。これでエンジンかけてみます。お、消えたね。よし、弾き終わった。そしたらここのホースを取ります。ダーキした後やからな。あ、まあ、なんともいねんけど、まあとりあえずこれで様子見ましょう。ウォッシャーの出が悪い。次はここか。